つ。皆さん、はい、はい、おはようございます。おはようございます。準備はよろしいでしょうか。はいはい、ちょっと、言わせてもらいます。ジョギングでマイレージを貯めて妄想旅行を楽しもう、第3章を目指せ韓国編。ちょっと笑ってる場合じゃございません。え、そんな笑ってないです。すいません、緊急事態です。どうしたの？今日、まあ、最終回じゃないですか、この韓国編の。はいはい。なので、ちょっと本来、又吉さんが MC なんですが。まさかだ。そうです。寝坊してます。ふざけんなよ。来てません。今、4人しか映ってないんですよ。ほんとだ。あ、そういうこと？そういうことなんです。起きてるんですか？起きてる。あ、でも、ここいるの？本社には来れてないということか。起きて、そろそろタクシーに乗る頃だという情報は入ってます。まだ乗ってはいないんだ。どうします、これ。どうしますって。だからこれ、スケジュールもあれだから、もう今やるしかないってこと？じゃあ。そうです、待ってる時間ないってこと？ああ、なるほど。はい。あ、もう、じゃあこれ、やってる間に間に合わない。あ、でもそうか、でもあれか、リモートでつなげるか、それは別に。もうあー、いや、そうだけど、これそういや、ま、確かにもう、そういうことなんだ。情報ありまして、タクシーに今乗ったということなんです。あ、はい、じゃあさ、ちょっともう回させましょう。つなげだよ。うん、最後なんだよ、だって。連絡して、ちょっと。確かに。でも、運転手さんもいるから変だと思われるぞ。いやいや、もう関係ないよ。やらせよ。確かに、迷惑乗車みたいな感じでさ、ドライブレコーダーとか、明日のニュースとか出ちゃわないからな。ねえ。怖いじゃん、だってさ。しょうがない、それは。まあね、ちょっと、そういうのもルール守りながらだけど。ここへでちょっとやってもらいましょう、迷惑を考えて。それはそう、児玉さんだけ今日って、なんかその、イラストですか？いや、確かに今又吉さんのことで頭いっぱい。ていうか、ちょっとあれだ、ごめんなさい、一回それを言こだまさんの時イラストが喋ってます。イラストって何だ、変な。確かに絵っぽい。なんかね、バックのが全部白で、なんか唇がやけに赤い。え、でもなんか関町さんもなんか美肌加工してません？確かに。確かに関ちゃん綺麗だな。なんかピンクっぽい、なんか確かに。ムラケンはなんでその角度なの？おしゃれな。なんかなんでちょっとさ、モダンな感じなの？はい、いや、俺だけ海外に住んでる人みたいな空気出そうかなと思って。いや、違うんだからさ。海外から住んでるのに荷物。じゃなくて今ちょっと、パソコンさ、充電器をさ、差しながらやってたら、あ、充電コードが短くて、ちょっとこの角度しか今探れないのよ。ああ、なるほどね。そういうことですね。そうそう。この今の時間、朝早いからすごい、いつもよりバタバタしてるとはいえ。いや、来ないか、まさか。俺、そうなの。だとしたらさ、俺、まあ、この、もともとの時間に間に合ってるのは間に合ってるんですけど、ちょっとこう、入りは少しギリギリだったんですよ、僕も。はいはい。はい、はい、分かる分かる。そんなに、どこですかって聞かれる筋合いないぐらいだったと思うんですよね。いや、はいはい、でも一応タイトなんだよ、今日は。だから、いや、今日は最後だから、ね、始めないとってことよ。だからすぐに、いや、日曜だもんね。これ又吉さんだから、遅れた分数かけるマイナスキロにしようよ。もうだってこんなの。いやいや、それ俺ら。あ、来た来た。あ、え、あ、おい、え、どこ。あ、おい、又吉さん。おはようじゃないよ、又吉さん。おはよう。何してんすか。なんでちょっと落ち着いてるんですか。焦りようがないから。確かにけど、もうこうなっちゃったら。始まった。始まってますけども。おはようございます。おはよう。タクシーですか。うん、今移動中。もう目が眠そう。なんで、ちなみになんで遅刻なんですか。え、帰国の理由は。
何してんの。どうしたどうしたんだよ。どういうことだ。 あれ置いとく場所がないんじゃないですか。あ、そうか。あ、なるほど。握力も今ないのかな、寝起きで。ちょっと。なんで遅刻したんですか。まだ歩いてるというか。いや、歩いてる。歩いてる。だとしたら不正してますよ、これ。日付変わってるのに。勘弁してくださいよ。ごめんごめん。はい。まあもう最後だからね、最後気持ちよく。でもまあ、参加できてるのは まだ良かったですね、これは。まあね、なんとかね。このリモートやからね。そうですね。まあもともとがそうですね。そうですけど、みんなでゴールしようって、本来又吉さんが MC なんですよ、今回。そうやんな。どっちなんな、じゃない。軽いな、なんか。ごめんごめんごめん。運転手さんが怖い怖い人なんですか。代わりに誰がやってくれるのかな。子供がやって子供がやってくれるの。やってますよ。フラマさんがやってます。あの別名顔パンパン丸が。やめろ。あ、どうも。リーダーお願いします。今日もリーダーって言わないでください。ねえ、マジェさんね、これね、距離、うん、あの短かったらちょっと大問題になりますよ、この遅刻して。これだってクリアできてないかもしれ、46キロですよね、目標。これでもしクリアできてなかったらとんでもない空気になりますよ。そうだな、ありえるんだよな、なんか気抜けて、うん、いいですか。大丈夫大丈夫。あの本来あのプサンのボールだったのを又吉さんの一言で、うん、あの、うんうん、イテオンになったということで、今日イテオンに着くかどうかということなんですけども。はい、そうだね。はい、はい、そうなんですよ。どうですよ、皆さん、最後の週ですけど。まあ、うん。一番きつかったかな。雨もなく。はい。でも、僕の中では、これまで歩いてきたことが、積み重なってって感じですね、やっぱり。ちょっとわかんないんですけど、どういうことですか。なんか、いいこと言ったっぽいんですけど。いや、あの今回、はい、前回が50キロノルマだったじゃないですか、一人。はい。で今回46で、なんだ、うん、46で楽になったとか言ってたけど、意外と今までの中でも46って実はまあまあ本当はあるじゃないですか、最初の頃という。確かに。あるんですよ、すごく。いや、すごいよ。そうそう、それをなんか、うわ、大変だと思わずに歩けたなというのは、あ、そう。今週の印象ですね、はい。成長してると。うん。めちゃくちゃ食べてんだけど、なんか全然、その、太んない、例年に比べて。ああ。単純に。そうだね。うん、確かにね。でも歩いてる、はい、歩いてるからちょっと安心して食べてまうっていうのがあるもんな。あ、もちろんそれもあるし。ああ、確かに、うん、してるから。とりあえずその眠そうなのやめてもらっていいですか。はい、あの切り替えてもらっていいですか。切り替えてる。全然起きてるよ。起きてます。だから今にも寝そうなんですよね。全然全然全然大丈夫ですか。うん、大丈夫。小川ちゃんはその W とかあったり。あ、その忙しいかも。でも本当に今週すごく暖かい日が続いたじゃないですか。この確かに、うん、だから、うん、あの正直言うとまた散歩が楽しくなりました。あれ、あら、あら、はい、ちょっとこれもしかしたら、でも先週ちょっとね、はい、小川ちゃんが始まって以来初のノルマ達成できないという、はい、はい、ちょっと寒くて、あれはだいぶだいぶ変な空気になったよね。そんななってないです。あ、なってない。いやいや、俺だけかな、じゃあ。そういう空気感。十分やけどね。あ、小川は。十分でしたけど、いや、だから W で忙しいのかなと思ってたんですよ。あ、でも、そうですね、今、準備期間というか。やっぱそうか。はい。まあまあ、じゃあ、ちょっと期待できるということで。はい。はい。じゃあ、いいですか。はい。はい。いいでしょうか。はい、早速。はい。行きましょう。行きましょう。まず一人目。はい、こちらです。ここだ、ここ。ドン、私、50.7 キロ。あれまあでもまあ、クリアしてる。でも、まあ、いや、クリアしてますよ。うん、クリアしてる。何ですか、その空気。いやいや、なんか、こだま時代だって言ったから、最後なんかめっちゃとんでもない数字出すのかなと思ってた。こだま時代短かったね。すいません、そうね、終わりました、こだま時代。はい、まあ。まあまあ、平均よりちょっといったということ。うんうんうん。まあ、すごいんだけど。すごいけどね、50超えたの、うん。まあ、十分、十分。十分ですよね。うん。じゃあ、続いていいですか。こちら。はい、村上さん、50。すごぴったり賞です。やった、ぴったり賞。これなんかつくのかな。
ないよ。いや、別にないです、それは。え？ 97。あ、こだ、だばちょっと見えちゃってるな、俺の今一瞬。え？何ですか？あ、ちょっと見えちゃって。ちょっと、そら、見えちゃってるのよ。あ、すいません。うん、あの、で、しかも今、2人続いてたから、同じ動画。なんかもうちょっと引っ張ってもよかったと思うし。なんか、見えちゃってるから。でも、あの、ぴったりということで。村上さん。はい、一緒ね。僕も50オーバーしました、なんとか。相変わらずの平均という感じで。そうです。一度もノルマを、はい、下回ることなく、最後まで。ずっと言ってるもんな。そうですね。だから、総合のやつ見したいですけどね。あー、トータル。トータル、あのアプリの中出てるでしょ、全部の。はいはいはい。ああ、はいはい。総合やったら、でもあれやろな、小川と俺がダントツ言ってるやつ。いやいや、またよしさん。またよしさん。一周多いし、俺は。またよしさん、最初の。途中参加ぐらいの少なさだと思います。マジで、またよしさんと関東さんが多分、どっちかビリになるんじゃないかな。いや、関町よりは絶対言ってる、俺は。確かに、トータル知りたいな。ちょっと後で携帯見たら分かるから。え、全部ってことですよね、最初の京都編から。そうそうそう、全部。うん、うん、うん。ただ、その、一周多いとかはなしですよね。あ、まあ、ああ、そっか。いや、頑張ったわけです、ね、ま、かなり言ってると思いますけどね、僕は。うん、本当ですか。じゃあ、3人目言っていいですか、うんうん、はい。いや、見えてんだよ、もうさっき。ちょっと。48.6kg。なんとか、ノルマ。ノルマはでも達成してるもんね。まあまあ十分ですよ、だって。はい。で、2キロしか変わんないから。みんな。十分、十分。十分ですよね、マテイさん。なんか、うん。なんかすごいの、フォローするな。マテイさん。いやいや、いやいや、十分、十分。十分、その、いや、嬉しいですけど、フォロー。けども。あれなんか様子おかしいな。なんかの、でもちょっとサボり気味な感じがします。あ、いや、ごめん。いや、でもこれは十分だから。まあまあまあ。ノルマはね、クリアしてれば、その。いや、やってみてほしいです、本当に。俺らちょっとやっぱおかしくなっちゃってる、これ。もう。やってみてほしいですって、俺らに言ってるわけじゃないですよね、その。いや、まあ、もちろん、それはそうじゃん。あ、そうか、そうか。びっくりした。やってるのになと思いながら。じゃあ、4人目、いきますよ。はい。はい。この人です。小川さん。ちょっと待って。ちょっとさ、もう小川だ、それはもうこれ逆にアウトなんだよ。アウトなんだ。小川、小川やりすぎや。小川ちゃん。はい。これはもう32キロぐらいと一緒だと思ってるよ、俺の中で。逆に手前を左に。間に合ってない。なんで？左。どうやったの？交番ある方。いやいや、もう本当私は。だって1日10キロ以上だよ。はい。あのこの期間始まった時からというか、あの一回その。私最高115キロいけると思うんですっていう、あ、105キロかっていうお話したじゃないですか、うんうん、だから最後は、まあ、90は絶対行こうと思ってたんですよ。でも無理だなって途中で思ってて、観音神社の1個手前のうるさいですよ、ね、さ鳥居の前の左、音切って音切って、多分スマホが近いからマイクのとこになんかすごい逆に大きいですね。入れます。いや、おばあちゃんちょっとさ、ローソン超えたぐらいです。うるさいな。なんだよ。まで行かないです。今、盛り上がってさ、85キロで。手前、手前です。はい。いいですか？うん。うんじゃないよ。ごめんごめん。でも、85.6 ということ、今までで、ダントツトップです。すごいな。え、おばあちゃん、これ、今まで、こだま何キロやった？僕が、73.7kg だったんですよ。弱いもんね、ちょっとね。すごいな。80出ちゃうと全然だな。いや、確かに。え、もう辛かった、やっぱりこれは。いやいやいや、全く、だからあったかかったんで。お母ちゃん、これさ、1日10キロぐらいなの？それとも、1日2、30キロ歩いたとかもあるんですか？あ、2、30キロはないですけど、でも、初日と昨日がちょっと寒かったんですよ。うんうん、だからそこは5キロずつしか歩けなかったんです。そんなに変わる？じゃあ15キロ歩く人、コンビニマートの前で、コンビニ巡りしてるんですか、ちょっと。ちょっとごめん、今着きました。今、ああもう今あの本社の近くの、あ、じゃあもう
じゃあ一旦切ないとですね、道はだってそれ、これ動画回したまま歩けないでしょ。確かに。大丈夫、大丈夫。なんかでもちょっとやっぱ遅れてくるとすごいなんか、かっこいい感じしますね。盛り上がっ、なんか、駆けつけた感。確かに、駆けつけた感。まあね、その、これなんか、わかるわ。あの、今、だってあそこ、M1 で敗者復活上がってた。24時間テレビの武道館のとことか。そうそう。その暑さ。いや、小川の85。ありがとうございます。小川の最終、あれもちょっと後でトータルのやつみんなちょっと一回見ようよ。全部の。確かに、後ほどね。あ、全員のな。ああ。そう、アプリだって見て、だってこれ始めるまでこれ、このアプリ使ってないですよね。使ってないです。ああ、じゃあもう、多分。それでほんまに順位つけたいな。そうですね、総合の。うん、関東省というか、うん、じゃあ最後又吉さんですね。はいはいはい、発表しちゃっていいですか。しましょう。はい、又吉さん、ズバン45キロ。あれちょっとだけ下回ってんの。これは本当だ、本当だ、下回ってるじゃんノルマ。いや一個確認したいねんけど、大問題です、うん、1人45キロやろ。なんで、なんか4キロ、46、46ですよ。46。嘘やん。嘘やん。いや、そうですよね。本当ですよ。俺は昨日、もう最後ダッシュして45キロに持っていってんのよ。いや、またダッシュ。限界そうじゃん、なんか。46でしたよね。俺、最後これ、ノルマ、そっか、達成しないのか。え？さらに違う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 。なんか、いやなんかさ、あれ最後に変な感じになってるけど、俺はちょっと45キロや思ってたから。いやでももうこれ最初の方じゃないしね、もうある程度みんなも。うん、まあね、もう。このミスはなかったですもんね。ということ。どうしたらいいの？距離分かってなかったってこと？間違えてたってことですよね。そうですね。俺ちょっと45キロや思ってたから。でもみんな、はい、みんなかん、あの、俺たちはもう、この長い距離をみんなで歩いたわけよ。まあそうですね、はい。今こんなね、1キロ間違えてたとか、言うてる場合じゃないのよ。いやそんなことよりひげ剃ってください。はい、え今その南極の基地からリモートしてるわけですか。ほぼ南極の基地みたいなもんよ今の俺がおるとこは。一緒でしょうか。もう大変やから今。何が大変。もう歩いて、ああ、もう歩き。いやいやいや、うん、まあまあ。いや、歩いてないんですよ、一番。小川ちゃんの半分ぐらいじゃないですか、今回で。本当だ。確かに。小川ちゃんがもう3日目ぐらいで多分歩いてた、歩けてたんじゃないですか。いやけど、関町は俺と3キロしか変わらへんし、そうなんか、まあ、小川ちゃんの半分じゃないですかって、なんか、まるで小川ぐらい、はい、俺も歩いたんですけど、みたいな感じで言ってるけど。自分で言うのもなんですけど、安易な人責めないでください。ちょっとダメです、そんなんじゃ。ええ、こっちのせい。俺、1キロの差やし、俺はもう、本来、いや、ちょうどやんっていうことで責められる。なんていうの？ちょうどすぎるやろで責められることを想定して、やってきたのに、1キロ足りてないっていうのに責められてて、俺も動揺してるから、今。動揺してない。で選手、ほんまみんな46キロね、一人って言った言いましたよ。言ってましたよね。はい。お願いします。ごめん。それ46キロやと思って思った。で遅刻もしてますからね。あ、45キロや思ってた。反省してくださいよ。遅刻は、でもな、小玉。まだ遅刻も。これも反論あるんですか。このリモート時代に、遅刻って何が遅刻なんやろ。 何をもってして遅刻とするんやろな。
まあ、やべえわ。皆さん、今日コメントよろしくお願いしますね、皆さん。これは。やめろやめろ。コメントは本当に大炎上で。こんな最低的に行くか。うん、みんな、その、あかんねん。悪いとこやで、みんな。その、なんかこう、人を責めようとするのは、俺はもう、あれやから、みんなで楽しくゴール しようと思ってたから、な？お母ちゃんも、いいですね、お母ちゃんも行った方がいいよ、これ。え、ちょっと、まあ、に思うとこあるんですよ。一番歩いたからね。うん、だから、昨日走ったから、こう、寝るの遅くなっちゃったみたいなことですか？疲れて寝ちゃったみたいなことですか？ちょっと小川に責められると辛いねんやけど確かにこのトーンが逆にすごい一番怖かったよ、うん、ニコニコしながら、うん、もう謝るしかないねんけどそうそういいですか、じゃあ皆さん、はい、いやでも確かにこれすごいんじゃない、はい、そうっとむしろノルマよりも全体で言ったら結構オーバーしてるよ、いやそうなんですよ。で、先週が今までの最長を更新して273.2キロだったんです。おかしい、はい、はい、ということで今日の、総合距離、うん、はいはい、280.6 で、うわー、すごいすごいな、はい、今まで一番？一番です、最長だった。最後の、最後に一番だ、でもそれだから、それ普通に歩けるようになって、50キロ超えてたら、昔だったら、おい、すごいぞって言われてたよね、俺とか。うん、言われてましたね、皆さん。うん、本当に普通になってきてるけど。あとごめんなさい、ちょっと水差すようで悪いんですけど、はい。小玉さんの小数点の書き方が小さすぎて、4桁に見えるんですけど。どれ？ちょっと見せて。小数点がもう。2806キロに見えちゃう。見せて。見せますよ。こだま見せて。見せてるって。見せてるって。もっと顔ぐらいぶくましてさ。あ、点がさ、見えへんな。え？ああ、確かにね。点小さいね。ごめんなさい。そうそう、ごめんなさい。ちょっと、急にちょっとそれだけ気になって。さっき小川ちゃんの出すとき、俺850とか見えちゃったんですよ。すいません、すいません。気をつけます。ごめんなさい。すいませんでした。まあでも最長、記録したということで。うわ、すごい、これはいったね、うん、はい、すごい、見てみましょうか。うわ、見よう。うわ、これどこまでいっちゃってんだろう、これ。さあさあ、前回も超えちゃってるわけだからね、半分して。確かに。まず、先週がこの黄色いとこですね。うわ、はい、うん、あ、でも意外とも、はいはい、なんとかな、あのなんとかスープのテグか、テグ、テグタンのテグ、はい、テグまで行って、もちろんですけど、はいはい、280.6 歩いたので、イテウォンに、到着しました。おめでとうございます。やったー。むしろもう余ったぐらいちゃうか。余った、ちょっとだいぶ余ったみたいです、今回だいぶ。これすごいね。54キロオーバーということで。はい、北に行っちゃってんじゃないですか。そうですね。なんならね、まあ、だからまあ、この赤いところがイテウォンになりますので。はいはいはい、うん、早速上陸しましょう。やった、はい、いやこれ嬉しい。ずっと行きたかったから、イテウォン。イテウォンね、やっぱドラマで見てたから、やっぱりイテウォンクラスは。そう、今年のもう仕事ラマ。うわー、はい、川めっちゃ近いやん。川でっかい川じゃないですか、多分。あ、ありますね。あ、これね、うんうんうん、はいはいはい。あ、いや、これもここも出てきたな、イテウォンクラスに。出ましたね、橋のとこ。うん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 、ね、はい、これあのあれやろ、何やったっけ、有名な川やんな、大きいやつな、多分。そうなんですよね。うーん、川だったんだ。イテウォンでございます、皆さん。で、うわ、やっぱ都会。だからちょっとやっぱ外国みたいな、なんか確かに六本木みたいなことなんですよね、まあ、日本でいうところの。全部外国ですけど、その韓国っぽくないというか。う、ね、確かに。あ、ほら、前だ。あの、あ、すごい。あ、かっこいいな、なんか。でも、うん、オールパブ。うわー。ここら辺もで、あ、うわー、ケンタッキーもある。みんな、俺たちは、たどり着いたんだよ。
来たねさあ、さあ、いはいはい。わあ、エスカレーターだ。いやいや、そこは日本でもあるでしょ。ありがとうございます。どう、イテオンクラスはちなみに見たっていう方は、はい、誰、はい、はい、え、見てない、見てみた、子供見た、僕見ましたよ、全部見た、全部見ました、村上も、僕も、はい、3人見てるってことですね、じゃあ僕ら、はい、え、そうなんや、あ、おばあちゃんとバテさん見てない、見てないです、おばあ見てない、はい、え、不時着派、不時着です、あ、じゃあ見てない、不時着は見てない、あ、どっちも見てない、はい、俺も不時着見たよ、あ、不時着は見てんだ、そうですね、俺見た、はい、どう、なんか、どっか行きたいとかありますか、あの、橋のとこ行きたいな、橋のとこ行こうよ、あの、川ね、歩道橋、あ、あとあの、タワーが見えるとこ、だから、タワーみたいなとこ、歩道橋みたいなとこね、え、だからあの、セロイが、あの、よう、はい、あそこで喋ってるのあの川ですよね。あれ川じゃないね。あ、公園みたいなとこ、あ、そっか、横断歩道か。あの、そう、歩道橋の上。セロイっていうのは、あれやな、独特の髪型してる青年。そう、主人、そう、主人公の。はい、うん、この川の方の橋は割とヒロインの磯っていう登場人物がね、いるとこですね、よく。あー、磯。見てみましょう。この川ですか、ね。でも、橋いっぱいあるな。うん。うわー。綺麗です。あー、そう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 、こんな。うん、うん、うん、うん。あ、海かと思ってた。川なんだ、これ。こんなでかい。川ですよ。ねえ。そう、左、うん、左向いてる。おー、なるほど。綺麗。なるほどね。これは夜とか綺麗そうですね。綺麗そうですね。せーなー。あの象徴的な、ね、タワーもほら、先に見えるタワー、あの山の上に、はい。そうです。それがソウルタワーというものらしいです。ソウルタワーか、あれが。ソウルタワーです。はい。あ、じゃあもう、ソウルのすぐ近くなんやな。ソウル市みたいですね、なんか一応。はい、うん。はい。ちなみに、うん、セロイの、お店じゃないですか、開いた。はい。あれがあるので、はいはい。あ、行きたい、行きたい。行きたい。ちょっと見てみますね。え、あの、モデルがあるの？モデルというか、実際のお店です。あ、え、うん、え、2個開いてそのままあるんですか？どっち？嬉しい、それは。ですね、ロケ地。最初のとこだよね。前最初のところ、最初のとこですね。最初のとこ。ああ、うん、え、そこじゃあすごい今大人気なんじゃないの？いや、大人気ですよ。あ、ここ、ああ、ここだ、これだ、そう、なんかけど焼肉屋さんみたいになってる、牛マークみたいになってるけど、そうですね、ハンバーグっていう、はい、この上とかね、ハンバーグ、ハンバーグ、これはお店の名前です、タンバムです、ハンバーグ、いや、え、タンバーグって言ってないです、タンバムです、あ、タンバムね、タンバム、はい、ハンバーグって俺言わないですよ、急にハンバーグを言ってたから、言わないじゃないですか、急に。イテオンクラス。スンドゥブの美味しい。で、二号店もあります。え、あの、え、あ、二号店、あと、新しい。景色いい方だ。そうそうそう。あの、おばあちゃんみたいなところ。はい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 。行ってみます。これでぜひ見てない人は見てほしいですね。いいドラマでしたね。いや、すごいよ、これ。嬉しいよね。はい。いや、ずっと来たかった。ここですよ。どこ？あー、ぽい。ぽいでしょ。あれ？なんか、あー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 、ぽいよ。坂、坂、そう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 、ここね。こういう坂をね、行くんですよ。おー、おー、おー。ドラマだよね、こんなところで、店なんかやってもすぐ潰れちゃうよって言われてね。めっちゃいい。人通り、人通り少ないよ、みたいな。そうなんですよ。一個裏道みたいなとこなんですよね。あー！あー！え、このどこ？一階？はいはい。これでもなんか、2階もあったよね、ドラマではね。とかでだってここでよくね。このビル自体が。ビル自体全部使ってた。じゃあ、1階も2階もそうなんじゃない？で、屋上がすごいテラスみたいになってて、景色がすごいんですよ。へ、はいはい、テラスなの？はい、屋上でね、そうそうそう、みんな喋るんですよ。見たいなぁ。うわぁ、これ、うわぁ、いいね。景
景色が最高なんですよね。え、登場、逆向いてみてよ、ちなみに。登場人物みんなで喋るんだな。はい。はい。はい、なんか、なんていうか、うん。これがソウルタワーですね、先ほどの。うん。はい、そうです。みんなで、これがね、みんなでテラスで喋るんだな。なんだよ、その喋り方。ちょっと、なんかそのカメラの寄ってるせいなのかな、顔。なすびさんみたいになってる。検証生活。あの時のなすびさんに言ってますよ。ひげのせいかな、ひげのせい。ひげのせいだな。なんだよ、だからそれ。どうしちゃったの、だな。ひげのせいでなすびさんみたいになってんだな。そうです。そうです、うん、無駄な質問やめてくださいよ。いや、よかった、イテウォン。嬉しい。なんか、ほんと嬉しい。行った気になったな。うん。そうですね。ねえ。みんなでね、焼肉食べようってことだったんですけどね。そうだよ。焼肉、韓国は行こうって言ってたもん、絶対。はい、お母さん。無事。はい、イテウォンの格好してくるっていうのは。あ、え2回前に又吉さん言うてた、言うてた、言うてたな。私なんか分かんないなりに調べて、うん、あの女の子、うん、なんかこういうライダースとかなんか着てそれっぽくしてきて一応あ、磯の格好だ、うん、だから皆さん分かんないで、どういう格好されてるのかが俺も分からへんけど、なんとなく、はい、なんとなくこういうセットアップでこうなんかこう上下こういう感じかなと思ったんやけど、イテコンクラスやから。いや、またさんやってないでしょ。寝坊してこの近くにあるの来てきただけでしょ。やってるよな。こんな人出てこないですよ。でいないっすよ。やってるんだよな。いやいやいや、やめてください、それを。なんとかだなってやつ。このセットアップでやってるんだよな。で、何なんだその質問。無駄な質問。変だな。どうするんですか、でも焼肉これ。いや、これ行きましょう。だって食べよう、まあ、めちゃくちゃ頑張りましたよ、これ。いろいろ、まあ最後ちょっと僕が遅刻してしまったとかありますけど、うん、これ本来ならね、あ、全然たどり着けませんでしたみたいな展開も僕は想定してたんですよ。もうちょっと確かに相当きつかったですね。だってみんなが1ヶ月50キロ歩いた月やったりさ、はい、最後も45キロ以上みんな歩いてるわけでしょ。はい。そのおかげでもイテホンにたどり着いてるわけですから。イテウォンですね。これはもう祝勝会するしかないでしょ。祝勝会いいんですか。え、うん、いいんですか。だからでもどうやって韓国の焼肉屋さんを、うん、抑えてますんで。ええ、はい、みんなでそっちに移動しましょう。え、じゃあ会ってく、え、バラバラでここにこう出てくるんじゃなくて、もうみんなで行きます。うわぁ、焼肉、焼肉やった、イエーイ。こんべい、こんべい、こんべい、これだ、これ、これこの辛さだ、うん、僕のこといいって思ってくれてるんですかみたいなところで2回も言わさないでくださいみたいな。素敵、なんか、